はい、ムです。こんにちは。どうもどうも。はい、今日はですね、グッズの紹介動画になります。はい、しかもね、実写グッズですよ。出ました、実写グッズ。はい、早速行きましょう。ですね、実写グッズ、写真家の蜷川実花さんの実写のグッズって、2年ぐらい前に出ましたよね。で、あれがですね、また今回もまたまた展開されることになったようですね。で、前のグッズはね、いわゆる、まあ、旧顔、ね、特にミッキーミニね、旧顔だったんですけども、今回新顔ですね。新顔になって、この蜷川実花グッズ、まあ、蜷川実花グッズって言い方おかしいな。まあ、蜷川実花さん撮影の、まあ、実写グッズ。はい、こちらが発売することが決定しました。で、リリース出ましたので、早速じゃあこのリリースをもとにですね、紹介していきたいと思います。はい、まずタイトルね、こちら。きます。写真家蜷川実花さんと2度目のコラボレーションが実現、東京ディズニーリゾートフォトグラフィープロジェクトイマジニングザマジック、今回は新アトラクション美女と野獣魔法の物語など5つのテーマで作品展開と。なるほど、なんか今回幅が広そうだよね。はい、見ていきましょう。はい、東京ディズニーリゾートの様々な魔法の瞬間をご紹介する東京ディズニーリゾートフォトグラフィープロジェクトイマジニングザマジックでは、写真家の蜷川実花さんと2度目のコラボレーションが実現しますと。新機種のオープンを記念して、美女と野獣魔法の物語やミニーのスタイルスタジオなどをテーマに、華やかで躍動感のある作品が登場と。全5回に分けて蜷川さんに撮影いただいた作品とその作品をモチーフにしたグッズを展開しますと。おお、なんかすごそうだぞ。詳細は東京ディズニーリゾートの公式 SNS やブログで随時ご紹介しますと。で、2度目となる今回のコラボレーションについて蜷川さんから、東京ディズニーリゾート開園35周年に続き、あ、そこそこ、再びご一緒できとても嬉しいですと。ディズニーの仲間たちの魅力をお届けできるよう大好きの気持ちを込めて取り組みましたとコメントいただきましたと。なるほどね、そっか、35周年の時だったね。あ、なるほどね、そっかそっか。で、今回の作品は新しくオープンしたアトラクション美女と野獣魔法の物語、ミニーのスタイルスタジオやミニーマウスが着用している季節ごとのコスチュームに加えて、ミッキーマウスやドナルドダック、グーフィーなどのディズニーの仲間たちやドナルドダックやホセとカリオカ、パンチートの5つのテーマで展開しますと。で、本日はその作品の一部を特別に初公開と。なるほどね。自社グッズってのはもともと前からあったんだよね。なんかね、ビッグバンドビートのやつとかあったでしょ。ね、あとはなんかお化粧してるね、ガールズがお化粧してるグッズとかね、ちょこちょこあったんだけど、そっかそっか、蜷川さんのコラボは、35周年に絡めてね、やつだったんだよね。はい、じゃあ早速いきますね。まず写真。来ました。まず今回、ミッキーマウスやドナルドダック、グーフィーなどのディズニーの仲間たちがテーマの作品と。いや、これ、メンズですよね、メンズ。いやー、だから、初めね、あれ、なんでミニーいないの、なんでデイジーいないのって思った人いると思うんだけど、ね、一瞬僕も思いました。これ、メンズなんだね。この立ち方。チップが一番決まってるかな？そう思わない？はい、じゃあ、メンズグッズね。はい、それと、出たドナルド。これはパーティグラだよね。このピニャータがあるからそうだよね。はい。このピニャータは間違いなく、これはパーティグラですよね。ドナルドとホセパンがテーマの作品と。おー、出たベルだ。新アトラクション、美女と野獣の魔法の物語がテーマの作品と。これ右は、これ、アトラクションのこれ、旧エリアのとこだよね。左はこれなんだろう、これスタジオかな。はい。そして、行くよ。11月の11日の水曜から展開されるミッキーマウスやドナルドダック、グーフィーなどのディズニーの仲間たちをテーマにした作品は、ミッキーマウスをはじめ5人のキャラクターたちがかっこよくポーズを決め、輝きを放ちますと。で、またドナルドダックとホセ・カリオカ・パンチートがテーマの作品では、中南米の民族衣装を身にまとったドナルドダックたちがまるで私たちを中南米に連れて行ってくれるような作品となっています。これ盛りすぎちゃった。中南米を連れてってくれるか。ちょっとそれは盛りすぎ。いや、そして、2021年に展開予定の、美女と野獣魔法の物語をテーマにした作品では、
本が大好きなビルの可憐さや好奇心旺盛な彼女と美女と野獣の城の美しさを見事に表現し、ゲストを物語の世界へと誘いますと。今回ご紹介した作品以外にも全てがディズニーの仲間たちの魅力を十分に引き出した素敵な作品になっていますので、ぜひご期待くださいと。なるほど。そして注釈、今回撮影した作品は2019年度に撮影したものです。なるほどね。一応一筆書いておかないと、いろいろとね。はいはいはい。んで、はい、こっからじゃあグッズの詳細いきますよ。はい。稲川美香さん作品モチーフにしたグッズを販売と。ほんほん。第1弾では、ミッキーマウスやドナルドダック、グーフィーなどのディズニーの仲間たちと、ドナルドダックとホセカリオカパンチとモチーフにしたグッズを、これ長いよね。11月の11日水から東京ディズニーリゾートアプリ内の、はい、東京ディズニーリゾートショッピングで発売しますと。なるほど、アプリ専売っぽいね。ミッキーマウスやドナルドダックグーフィーなどの仲間たちモチーフにしたグッズでは、長いこれは、まあ、内輪やスマートフォンケース、キーチェーンセットなど約15種類ね。うん。で、ドナルドダックとホセカリオカパンチとモチーフにしたグッズ、これ長いは、レジャーシート、巾着など約10種類が登場し、日常で使えるグッズはもちろん、コレクション性のあるグッズなどを販売しますと。うん。で、今後の商品の展開は、公式 SNS やブログで紹介しますと。はい、じゃあ作品一部いきますよ。ミッキー、これはうちは800円。うちはね。はい。そして、これスマホケースだね。はい。スマホケース3600円。これはキーチェーンかな。うん。キーチェーンセット1900円。これは缶バッジかな。うん。あ、ミラーセットだ。ミラーセット3000円。うん。5個セットね。お、出たー！パーティグラグッズ。これは、パーティグラグッズかと思いきや、ホセパンは通常コスだね。ドナルドこれ猿網か。そうだね。これドナルドは猿網だね。うん。ピニャータが出てきたから、パーティーグラかなと思ったけど、ロストリバーデルタの方がなんか風味が強いのかな。ロストリバーって感じなのかな。でも、まあでも、サンキシゆかりのね、場所なので、まあ合ってるよね。どっちにしてもね。なるほどね。はい。これがレジャーシート900円ね。これは巾着かな。うん。巾着900円。どんどん値上がりしてる。まあまあまあ。これはクリアホルダー200円ね。オッケーオッケー。まず今回第1弾がこれね。はい。そして今後の展開なんですけど、今後は写真展を、あ、やるんだ。なるほどね。はい。このイマジング・ザ・マジック写真展を2021年東京で開催予定です。決まり次第詳細を発表と。写真展ね。はい。前回も確かあったんだよね。はい、これどこでやるのか決まったらまたお知らせします。あと、蜷川さんの紹介ね。はい、蜷川さんいっぱい撮ってますと。なるほど、なるほど。はいはいはい。なんと言ってもね、ちょっと今回いいですか、これ。はい、この子たちなんですけど、これ、ミッキーとか、ドナルド、グーフィーのこの、キラキラスパンコールのこの衣装は、おそらくこれ、ワンマンツーのオープニングの衣装だよね、これ。このキラキラは多分そうだと思うんだよな。はい。ちょっとこれ嬉しいよね。まあ、流用とか使い回しかもしんないけど。はいはいはい。まあ嬉しいよね。で、早速グッズの方公開になってますので、グッズ紹介します。はい、グッズね。グッズはね、こちらのね、おすすめグッズ一覧というページからいけます。で、ここにね、ずーっと見ていくと、早速ですね。はい、ここにありました。イマジニング・ザ・マジック。魔法の瞬間を映し出した華やかなグッズってあるので、はい、こちらクリックして、じゃあ紹介します。いくよー。はい。ドドーン、出ましたー。なんか風船がバックにあるね。なるほどね。まあ、スタジオ撮りだからな。まず、バーっとアウトライン見ていこうか。バーっとサムネイルを。うんうん。ポストカードがあって、内輪があって、スマホケースがあって、トートバッグがあって、キーチェーン、缶バッジ、ミラーセット、コレクションカード、カードホルダー、ワイドバスタオル、あ、みんなジャンプしてる。で、ポストカード、クリア、あ、これあれね、その中南米、ドナルド、ホセパングッズね。おー、こんだけ出てるぞ。よっしゃー、じゃあちょっと上から順番見ていこうか。はい、まずはミッキーですね。はい、バルーンに囲われてます。はい、これワンマンですね。
ミッキー立ち方がすごいね。このね、へそを突き出す感じでギューッと立つとね、このね、あのイケメンになるんですよね。この真摯な立ち方、さすがだね。もうドナ、お、ドナ両手ではーいってやってんで、あ、裏面デザインは共通ね。グーフィー、お、なんか風船入って、なんかマックス視点かな、わかんないけど、なんか、うん、俺にくれてる。そしてチデ、チデはセットだね、バラじゃないんだね。はい、チデはそれぞれ、背中合わせで、はい、風船持ってます。はい、そして、お、全員集合、いいな、全員目線来て。ちょっと俺も撮らせてくれよ。あの後ろの後列の人はね、ちょっとこれ、あの写真が暗くなるからね、こういう集合の時難しいんだよね、とかな。はい、すいません、マニアックなこと言ってますが。クリアホルダー、おー、これはいいね。クリアホルダー印刷多分綺麗だよね。ね、なんだろうこれ。あ、すごい、裏面背中なんだ。めっちゃ凝ってんじゃんこれ。あ、びっくりした。そういうことか。はい、めくれますと。はい、こういうとこにさりげないね、分かってるね、マニア心が分かってるね。はい、しかもこれちゃんとみんな後ろ手つないでる。はい、はい、よ、これ400円ね、 A4 ね。で、うちは、うちはこれ多分集合、あ、裏面ミッキーワンショー、あ、そういうことか。なるほどね。さっき、うん、あのミッキーピンがあったからあれと思ったんだけど、なるほど、こういうことね。なるほどね。オッケーオッケー。これちなみにさ、写真だけって出んのかな。出た。あ、大きくならないんだね。そっか、絶対これワンマンだよな。はい、集合ね、800円。これどこで使うのこれ。お、スマホケース、これミッキーだけなのかな、スマホケースって。で、各スマートフォン対応だから、あのスライドタイプだね。あ、裏面集合ね。んで、あ、中面ね、うん、だよね、粘着スライドタイプだよね。そうかそうか、まあしゃあないな、やっぱミッキーね、主役だから、まあしょうがない。お、トートバッグ、おー、これは大きいね。取っ手が長いから、こうやってショルダーにもできるね。へー、はい、4200円ね。なかなか使い勝手良さげ。んで、あ、裏面、やっぱ裏面、やっぱりね、あの背中なんだね。お、中、おー、中もポケット1個だね。で、上のボタンはマグネットボタンだね。なるほどね。お、ちゃんと中見せてくれるのいいね。なるほど。次、キーチェーン4つセットね。バラはないんだね。うん、書いてあるね。分け合うのもいいねってあのバラ売りしませんってことはい、あの安易になんか遠回しに、あのポジティブに変わる、いい具合に書いてますね。はい、ちょっとバラ売りしてほしい気もするけどね。あ、裏面は普通ね。なるほど。はい、これ1900円ね。んで、缶バッジ600円。ちょっとお高いね。普通310円なのにね、倍近いな。はい、集合缶バッジね。ミラーセット、うん、これもやっぱ分け合うのもいいねとかはい、分け合ってくれと。裏は、あ、こう持ってね。あ、持ってるか。ミラーだから、これパカッと開けるタイプなのか、裏がただのね、あのガラスなんか分かんないね。お、出たー、コレクションカードブラインド5枚セットね。これどれぐらいバージョンあるんだろうね。これ速攻これ売り切れるんだよな。700円ね。コレクションカードホルダーね。まあね、市販品ならたまんないもんね。あ、見てこれ、このカードホルダーにしか入ってないカードに注目。うわ、やらしいなこれ。で、限定カード2枚入れあって、うーわー、これがそうなの、この2枚が限定カードってこと。あ、違うな。あー、どうやらこれが限定カードっぽいな。やらしいなこれ。2800円ね。リフィールタイプで3ポケット8枚ね。ってことは24枚入るのか。うーわー。まあ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 、はいはい。まあまあいいんです、いいんです、いいんです。うん。お、出た、ワイドバスタオル。すげえ、みんながジャンプしてる。でか、158だって。8700円。高っうーわー、でもこれでっかいよね。はい、そしてグーフィー分かってる。はい、グーフィーこうやって飛ぶもんね、いつもね。はい、なので、グーフィージャンプで目線絶対来ないんだよな。はい、まあそれはいいや。高えなこれはグーフィー顔のアップなるほど。まあ一応フチを見せようってことだよね、これね。ちょっとミッキーがなんかの囚われた宇宙人みたいだけど、まあまあそれはいいや。あ、ここから、はい、中南米ドナルド・ホセパングッズ、ポストカード、
はい、中南米民族衣装を、うん、サルアミのドナルドって書いてほしいな、これ。これでもサルアミ背景に使えばよかったのに。まあ、そういうわけにいかないのか。ポストカード。お、参議院目線来てる。いいなぁ。これ撮りたいなぁ、これ。とか、まあ、無茶言ってみる。はい、250円ね。あ、クリアホルダー。いいねー、目線バッチリ。やっぱ、ロストリバーデルタっぽいよね。これさ、ドナルドがサルアミでいたときに、この二人もね、すぐ近くにいたからさ、三人いるのにね、近くで遠い存在だったよね、この三人。このスリーショット本当にいいな。この三人でなんかね、もしフォトセッションとかあったら、これ絶対みんな来たよな、とか思ってみたり。これますか？裏は？背中かな？あ、違うな。あ、これは違うんだね。これはドナルドアップなんだ。三人背中じゃないんだね。なんかくれてる？俺に。これ何くれてんの？なんか、はいどうぞってなんかくれてる。これ何？あ、缶バッジか。はい、目線の缶バッジね。いいね、ドナルドのこう、なんか、二人の背中にこう、ね、手を回してるとこがちょっといいね、なんか。男らしい、なんか。レジャーシート。はい、60×9cm ね。もう完全これもお一人様用の、はい、オタク向け。900円。あー、でも、綺麗ね、印刷ね。お、ちゃんとイマジングマジックに長髪カット入ってんね。ケースの裏面にもドナルドがなんかこう、踊ってる感じが、ちょっとパーティークラっぽく踊ってるのが入ってますね。はい、ちゃんと、はい、収納袋付きで900円ね。はい、次、巾着。あ、なんかピニャータ持ってる。900円ね。巾着、表面、裏面は？あ、裏面3人か。おー、いいね、いいね。はい、キーチェーン。これ表面、裏面は？あれ3人ね。ワンマン系のやつとしてポーズ似てるね。はい、これ1000円ね。13セン、あ、結構大きいね。13センチなんだ。大きいな。もっとちっちゃいと思った。確かにお値段もそれなりにするもんね。なるほどね。ドリンクボトル、びっくりしたー。これ、こういうドリンクで、なんかね、販売するかと思った。黄色いんだね。安いんで、これ透明タイプだから、これ保温、これできないっぽいね。はい、こういうもんだな。なるほどね。500ml、あ、結構大きいね。ペットボトル移し替えてもいいかもしれないね。で、蓋がついてるので、これ氷逆流しないようにね、できるタイプだね。口が大きいから氷も入るね。なるほど。次、ウォッシュタオル。30×35、1500円。あ、これでも印刷綺麗だね。高いけど、印刷が綺麗。はい、これ1500円ね。次、ミラー。あ、目線外し。初めて目線外ししてるな。おー、目線外しもいいね。なんか、その瞬間を切り取ったような感じでいいね。こっちは3人ね。あ、はいはい、うん、三角折りできるやつだね。2600円。はい、ミラーね。そして、そして、キャンディ、へー。これの缶がいいね。ね、キャンディそれぞれ、うん、5つずつ入ってんのね。んで、これ缶の大きさ書いてないな。57g 25個なので、これ缶の大きさ知りたいね。1300円ね。はい、以上です。これで全部っぽいよね。このね、ワンマンメンズグッズが、うん、15種類でこれ全部だね。3騎士、ロストリバーデルタのこの、ドナホセパン3騎士グッズも10種類なんで、これで全部だね。OK。はい、これが発売になります。で、11月11日ね。それで、ちょっといいですか。はい、これ見て、販売店舗、アプリって書いてあるので、はい、アプリ専売ですね。アプリ専売です。はい、それで最後にですね、これ1点注意があって、今ですね、年間パスポートを持ってる人は、朝の7時から確か45分間かな。はい、パークに行かなくても今グッズ買えてますよね、年パスの方。だったらそれで買えるやんって思った方いるかもしれませんけど、これ実はですね、今年間パスポートでこのグッズが買えるのは、10月の31日までなんですよね。で、このグッズの発売日がですね、11月の11日ですので、はい、なので年パス持ちの方はですね、これどうやら買えないっぽいんですよね。これ残念だね、仕方ないね。今現行のルールでは年パス持ちは10月の31日までってなってますので、残念ながらこのグッズ欲しい方はインパークするしかないね。なんとかならんもんなのかな。でもこれ仕方ないよね、でもこれね。で、今これね、アプリ専売になってますけど、これね、落ち着いたらパークでも発売すると思うので、現にね、パイレーツグッズとか、ウサピオ系とかね、あの辺も、初めアプリ専売だったんですけども、
後からねパークの中でも発売されてましたので、まあこれもですねパークで販売されるとは思います。はい、それで今回は第1弾ということで、このそのうちの2つのカテゴリーですね、第1弾グッズ、このワンマンメンズグッズとそれから三吉グッズ、はい、あと残り3つあるんですよね。あと残り3つはこのミニーのスタイルスタジオ系と、あとはあの美女と野獣系と、これで確定してますよね。あと残りはなんか集合とか他わかんないけどもね、なんかベイマックスはないと思うんだけどはい、残りのね5つ目のカテゴリーも気になるところですけどもね。はい、やっぱね、なんて言っても僕はこのねミニーグッズが気になりますね。ミニーグッズはおそらくねデイジーとかねクライスとかもおそらくね写真に加わることが予想されますので、はい、こちらも楽しみにしてます。はい、こちらのディズニーイムチャンネルではディズニーパークに関係する様々な情報をお伝えしていますので、情報を逃さないようにぜひチャンネル登録の方お願いします。はい、以上イマジニングザマジックグッズの紹介でした。じゃあね、バイバーイ。